侍ジャパン強化合宿22日、宮崎ダルビッシュ有投手の参加で枠キャンプ地に、新たにダルフィーバー対策が講じられた。宮崎観光協会によると、警察、代表関係者、宮崎観光協会で協議、昨日の状況もあって、鉄柵を用意しましたと説明。その上で、警備としては韓国で起こった群衆流れを防ぐために、強化です。完全に予想以上、予想されていた以上のダルビッシュ選手一人の人気、それは想定外、想定以上というものでしたとコメントした。子供を対象にしたサイン会が実施され、ホテルに帰る選手バスの前に足を運ぶと、安全柵の前はサインを求めるファンで大混乱。後方から押される形で前方のファンが押し出された。